はいどうも、レイヘイです。お願いします。はい、本日はちょっとスラッガーのミットが、ポケットがちょっと汚れてきたのでお手入れをしていこうかなと思うんですけれども、先日翔平さんにこちらをいただきまして、ザナックスのこれなんだ、ベストコンディショニングキープ、これをすればまあジェルオイルで以前昔のものと変わらないんですけれども、なんかアミノ酸が入ってるというグラブジェルをいただいたので、ちょっとこちらを使ってみようかなと思います。昔のものも持ってきたんですよ。これこっちが一番最初に出たオールインワングラブジェルっていうやつなんですけども、それの新しく出たバージョンになります。性能がこっちは汚れ落とし、滑り止め、ツヤ出しが入ったので、なんでオールインワンジェルとなっています。で、新しい方なんですけれども、腰、張り、保湿、だからまあ捕獲ですね、栄養補給、滑り止め、もちもち感、あとはまあツヤ出しっていうので、汚れ落としが入ってないんですけれども、まあ、その他の成分、まあ、栄養補給とか、あとはもちもち感なんていうのはもともとなかったので、アミノ酸誘導体配合って書いてあるので、ちょっと何が違うのかなっていうのを見ながらやっていこうかなと思います。逆にまあこっちの方は海選手モデルのキャッチャーミットもまあ磨くほどではないかなと思うんですけども、まあちょっと使ったので、まあこっちはこっちでやっていこうかなと思います。それではやっていきます。はい、じゃあまずはまあ下処理ですね。こうやってブラシである程度の砂ぼこりとかを落として、はい、で今はまあこんな感じですね。まあこれも正直ブラッシングすればまだオイルちょっと入ってるかなって感じはするんですけれども、まあ、スラッガーさんで湯もみをしているグローブなので、少しまあパサつき感が早く出るかなっていう感じがあるので、今はオイルを塗っていこうと思います。開けてみたんですけど、あー、プルプルーン、プルプルプルーン、めちゃくちゃプルプルするんですよね。これは確かに前の、まあ、ジェルでもこんな感じだったんで、これめちゃくちゃ伸び良さそうですね。ただその分一点集中しちゃいそうなので、そこは気をつけながら塗っていこうと思います。タオルを使って塗っていきます。うん、匂いはしないです。全くしないです。おお、トローンと、トローンとしてるので。はい、塗っていきまーす。結構伸びいいっすね、やっぱ。うん。めちゃくちゃ、すくった感じ、そんなにまあ、多くすくったわけじゃないんですけど、めちゃくちゃ伸びます。やっぱジェルのいいところってそこだなって感じです。そうですね、やっぱ僕、ここで、親指下でよく取りたい取りたいって言ってるんで、やっぱりここがちょっと多めに、中よりかは擦れているので、まあそこはしっかりと塗っていかないと、まあ軟式どうしてもね、ゴムなんでボールが、擦れが結構激しいんでね、和牛のグローブだとか、結構最初から油分が多いグローブは、そんなに多く塗る必要はないんですけれども、パリッとしたグローブには、まあ、比較的こういう重くなりづらいというか、まあ、乾きがいいオイルっていうのは、まあ、適度に塗ってってあげていいのかなっていう、そんななんかグローブ塗りすぎ良くないよとかっていう人も、まあ、結構いるとは思うんですけれども、塗りすぎじゃなくてこういう伸びる系のオイルで、表面をきれいにしていってあげるといいのかなと思います。ああ、もちもちするわ、これ。今、さっきブラッシングで砂ぼこりとかの汚れ系は落としたんですけれども、一回汚れ落とし、クリーナーを使ってからやる方が、まあ無難だなって感じがしますけど、今塗ってみてちょっと。はい。で、今、
一通り補給麺を塗ったんですけど、あれから、約1回か、もう1回かな。まあ、量で言ったらもう1回、2回付け足しはしちゃったんですけど、量で言ったら、もう1回分ぐらいの量を、まあ、カルビですね。量を付け足して、ポケットが、こんな感じになりました。で、わかるかな？ペタペタって、なるんですよ。なんで、これが、さっき言ってた、もちもち感なのかなっていう、イメージですね。それがちゃんと、うん。こうやってパチンって叩いた時にも、手にももちっとした感じが、伝わってくるオイルだなっていうのを感じるので。いや、いいですよ。これ、まあ、汚れ落としが入ってないので、クリーナーで前もってやったりとかっていう必要はあるんですけれども、手間も、まあ、伸びもいいのでね。普通、ワックス系のオイルって、重く結構なりやすいっていうイメージが僕の中にはあるので、そういった点ではこの新しいオイル、いいんじゃないかなと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから、軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだよね。で、しかも、僕、あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使える、カラーリングなので、まあ、あえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは、1万人。1万人。達成したら、そうです。オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。はい、そうです、そうです。現代グローブ欲しいです。はい、両方でもいいですよ。そうですね。はい、コメントしてもらえて。はい。で、また1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです。はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね。いつ1万人か分かんない。1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです。お願いします。はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか、ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在、翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で、現代モデル軟式をプレゼント。現在、チャンネル登録者数9000人突破。皆さん、本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したら、さらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた決め玉で。